ユニオン駅はニューヨーク州ユーティカメインストリート321にある駅。バスの乗り換えができる。当駅は1914年5月24日にニューヨークセントラル鉄道の駅として開業した。この歴史的な建物は3階建てで、正面玄関の上に和紙の彫刻に囲まれている大きな時計が特徴的である。内部は 大理石の列柱やかまぼこ型の天井が外観と同じくらい印象的である。床は耐久性のある人工大理石で作られている。1975年4月28日に当駅が国家歴史登録財に指定された時、駅舎は荒廃した状態であった。オネーダ軍は1978年にステーションを購入した。段階的な修復工事は連邦政府、 州政府、地方自治体の資金で1978年に始まった。第一段階は、1980年の東急オリンピックのための鉄道のターミナルとして指定されたことにより、道路へのアクセス、増援、照明、排水、駐車場の改修工事が1979年に完成した。第二段階は、2階と3階のトラックや執務室の改修、 新しい屋根、電気設備と水道設備の更新、公衆トイレの改修、時計の修理、エレベーター設置、グランドレベルの歩道の改修工事が行われ1997年に完成した。第3段階は外装改修とセキュリティ対策に焦点が当てられ2002年に完成した。第4段階は天外の改修を含め鉛やアスベスト除去。 屋根とデッキ材の交換、および構造用交代の修理や再調整が実施された。内部ではロビーや店舗が復元され、寺造床は修理、洗浄及び再仕上げを施行した。換気設備、湿気対策、電気設備、機械設備の問題の対処も行い2005年に完成した。アムトラックのユーティカユニオン駅あたり駅では、下記のバスに連絡している。 ありがとうございます。